はいよろしくお願いします、えー。今回は高校受験対策の図形シリーズ第37弾やっていきましょう。で問題2問ありますのでまず1回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方問題解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。それじゃあ画面下げますのでお待ちください。今日よっ もうちょいいいこれでいいかなよしじゃあ参りましょうで今回の1番はですね照明なんですが穴埋めのやつを持ってきました、えっと、比率としては少ないですけどね普通に全部書けるのが多い印象はありますが、まあ、穴埋めもあると。でこれは個人的な意見だよ完全個人的な意見なんだけど照明の受験,、えっと、受験に出てくる穴埋めって両極端で。 めちゃくちゃ簡単かめちゃくちゃっでも簡単な方かすんげえ難しいかっていうが結構出てくるのねで今回は簡単な方ですかなりやりやすいでもまあさあそれでねやりやすいって言ったのに私解けなかったって凹んじゃう子もいると思うんだけどそれはあの気にしなくていい <laughs> だってそれを練習するためには動画見てくれてるわけだから気にしないで聞いてください で、もう一個ちょっとプラスで、今回穴埋めなんですよ。で、もし解けなかった方とかは、もう一回説明聞いてもらって、また動画戻してさ、自分の力でやってほしいんですけど、最初は穴埋めでいいです。確認するとき、復習も。だけど、そのうちね、そのうち大丈夫かなって思ったら、これ全部無視して、もう、この三角形二つ、これ今掃除せよって、掃除を証明せよっていう問題だから、自分の力で途中全部書けるかなっていうチェックをぜひやってください。 いいかなその方が力が伸びるよろしいでしょうかよろしくお願いしますではちょっと前置きがね長くなりましたが参りましょうで今回平行四辺形がありますとでまあ線こうやって引いてて 1√33cm 今取ってますとでさっきも言ったこの2つこの三角形のね証明をしていくあごめん掃除の証明をしていくんですがまず ABE がどこかっていうとちょっとなぞりますねここですこいつが ABE で CBD どこかっていうと このでっかいやつねこの赤と青の三角形の掃除をまあ証明したいとで一応ちょっと書きまあこれも見やすいけどねこの子ちょっとくるって回して下に持ってこようか対応するのが分かりやすいからねでもあえてちっちゃく書いてるよ失礼ここ B でくるっと回してるからこっちが A でここが E だねこの子とこの子一緒だよサイズちっちゃくなってるけどね で、長さも書いておきましょう。ここがルート3です。下がルート3。で、AE が1だから、この2つが分かってます。で、掃除条件は3つありましたね。3つ。で、えっと、前も何かの動画で話したんだけど、掃除え、受験に出てくる掃除の証明っていうのは、こうほとんど、もう多くが、2組の角がえそれぞれ等しいっていう掃除条件を使います。あれが一番多い。なんですけど、今回は比を使うやつなんですよね。 だからもしかしたらあれって2組の角以外何だっけ掃除条件っていう方もいるかもしれない,い,い不意打ちでこういうのが出てきたりするので気をつけてね今回はあの覚え直してくださいでまずですね過程より角 BAE= ほにゃらら BAE どこかっていうとここですねで穴埋めが簡単になる理由はあの自分で書かないからここじゃんじゃ対応するのここじゃんだから分かるんだよね予想で で BAE でしょ順番ね BAE って合わせると BCD でしょよしょもし自信がね本番なくても書いてこれは対応するのここだからここじゃねえかなってこれで一点もらえるからこの都道府県の問題でもね一点もらえるからいいで結果としてはこれなのこの赤と青この部分が同じですでんで一緒かっていうとまあ縦よりって書いてあるんだけどここともともとはここにありますよね この角度ってこことここは平行四辺形の対角です。対角。まあこっちもそうだね。対角。平行四辺形は対角の角度は一緒です。同じ大きさになる。だからここの角度一緒ですよって。まず1個目。で次。また AE 対 CD イコール1対ホニャララと書いてある。AE ってどこってここでしょ。えっと、ここか。1だよね。AE 対 CD1 対いくつって。 ここ、これがルート3だったらこっちもルート3だよね。平行四辺形だから。だからそのまんまルート3で OK です。これだけなんだよね。これだけ。で、次が AB 対、ここね。AB 対ホニャララ。でも対応するのここじゃん。ここ。じゃ、ここ入るんだろうなって思っとくわけよ。で、次見るとルート3対3になってんだよね。ルート3対3。絶対ここじゃんっていう。だから AB は AB の順番なので CB だよ。書くのはね。 だ CB になるで。ルート3対3ですと。で、俺同じ答えなんでね、計算する必要ないんですけど、まあ上と同じの入れておきましょう。ルート3です。で、これは何をやってるかっていうと、比の両方を、えっ、ー、と、ルート3で割ってます。まあもしくは、えー、かけるルート3分の1でもいいね。同じことだから。をやってるんです。だからルート3割るルート3したら1だよね。3割るルート3ってルート、あ、これ、三割るルート三ってルート3になるので、こうなってる。 でなんでこんなことをしてるかっていうと、ここに持っていきたいんだよね。何かっていうと、一個前、AE 対 CD は1対ルート3でした。AB 対 CB も1対ルート3同じですよねってことが言いたい。これが同じ辺の比になってるから、AE 対 CD、こことここも同じ。AE 対 CD イコール AB 対まあ同じ答えなんだけどね。CB ですねって。 1> で1番この角度と今やった4番から2組の辺のほにゃららとその間の角がそれぞれ等しいこれはもう相似条件だからね書いておきましょう2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいとつまり、えー、2組の辺ここね今ここの辺の比とここの辺の比が一緒ってなった2組の辺の比とその間の角 それぞれぞ等ししいでしょだから掃除でしたねっていうので終了ですこれが1番いいかな最初にも話しましたがこれは、えー、と穴埋めができたら OK ではなくて自分の力でかけるようになったら OK のところまではぜひ持っていってくださいよいししょ消す用のティッシュを、ね、出では2番ですねでこっちの方が、えー、難しいです1番よりは。 で2番は何やってるかっていうと三角形 BCF の面積 BCF どこかっていうとちょっと赤の切りますねこここここまででなんですこここいつの面積は三角形 ABE さっきの青ですねこいつの何倍か求めなさいっていう問題でやり方としては、まあ、いろんなねアプローチの仕方があるんですけどちょっと自分が好きなやり方とか自分がよく解くねやり方でちょっと紹介させてもらいます で、この面積2つあって、ほにゃららの面積はほにゃららの面積の何倍かっていうパターンの時は、ちっちゃい方の面積を文字を使って置くっていうのを自分はよくやります。で、今回はこっちのがちっちゃいので、ここの面積を S とかって置くの。文字は何でもいいです。俺は S をよく使うんですけど、S です。で、こっから、ここスタートでこいつに近づけていくんです。もし、今 S って置いたでしょこの赤の斜線のところが、まあ計算いろいろした結果、 3s になったらさ、3s になったら、こいつはこいつの何倍って単純に s を3かけてるからさ、あ、3倍じゃんってわかるわけ。つまり、こいつスタートにして、ここまでたどり着ければ、絶対求められるのね。そういう作戦でいきます。じゃあ、どう近づけるかなって重なってもねえしなって思うんだけど、おいおいと、1番で掃除やってるんだよね。この青と、でかい方ね。このでかい赤は、 掃除をやったので面積比が出せますちょっと今消しちゃったんだけどこの青とこっちが置こうかここ下は横に行けばいいかここさ、えっと、三角形 AB e こいつともともと大きかったやつ対応する辺を考えると1対ルート3なんです掃除比は。比は1対3で掃除比が分かればよいしょ面積比が分かりますどうするか2乗すればいい。 つまり、1を2乗すると1。ルート三2乗すると、ルート 3× かけるルート3だから3になる。つまり、面積比は1対ルお前、一対3。だから3倍なんだよね。ってことは、ここが S って置いたら、ここ全体。ちょっと外にかけてくね。おっとっと。ちょっとさ、仕事の電話が来ちゃったんですけど、<laughs> ごめんなさい。あの、こないきます。失礼しました。<laughs> ここの全体は、 になります倍倍だから1対3で3倍つまりここ全体は 3s ってことが分かったのあとは近づいてきたよねここまで来たからここに落としたいとどうするかやっぱりね大事なのは図形でねよく出てくるのは、まあ、蝶々型なんでね蝶々型今縦になっちゃってるけどここ見てくださいこういう形平行になってて、えー、蝶々まあ横にしたら蝶々、まあ、リボンとか蝶々型ね この形を見つけるのがすごく大事。なぜかっていうと、この形、ここが平行になっていれば、上と下、絶対掃除だから。掃除になる。なぜかっていうと、錯覚で、こことここ、こことここ、二組の角度、絶対一緒になるからさ、掃除ができるんだよ。で、しかも、今、下の長さ3でしょここ1使ってるから、この長さ2なんだよね。だから、面積比が3対2も、あ、ごめんなさい。掃除比が3対2もすぐわかる。そうすると、 こっからうままく使いますこれが3対2が分かっているのでここの辺の長さも3対2なんですここです3対2対応してるのここだからねでここでうまく持ってきますちょっと書き出しますね今この赤のこれですこいつ書き出しましたでこの辺でえっ、ー、と切れてるかなこうなってるで今 書き直すとここの辺が3ここの辺が2になってますさあ問題です今この状況だけで下の下って書いておこうこの三角形の面積とこの上の面積面積比が分かりますいくつでしょうかこの面積比はそのまんま3対2になりますいいこれが下ねこれが上よこうなる3対2って で、ここがちょっとパニックになるっていうか混ざりやすいところなんで、まあ分かる方はで、ね、ごめんなんだけど、ちょっと付き合ってください。あの、何が混ざるかっていうと、今3対2じゃん。3対2。でもさっき2乗したよね。あじゃあこれ9対4じゃないのっていう。2乗して9、2乗して4っていう。違うんですよ。これ、この下のこの三角形と、この上の三角形は、確かに、底辺の長さ、ここね、底辺。 で、同じ直線上に底辺持ってるから、底辺は3対2なんですけど、高さが共通なんですよ。高さが共通。ここに高さがとってもちょっと直角みたいになっちゃってるけど、上の赤の三角形の高さってここだよね。下の青の三角形の高さも同じとこだよね。だから、高さが同じで、底辺だけ3対2になってるから、面積も3対2なんです。ついてきてます じゃあなんでこいつら二二乗乗すんのって話だよ乗で、これは何でかっていうとよく自分がさ、まあ、ドラえもん詳しくないけどごめんなんだけどどこに書こうかなここに書こうかちょっとちっちゃい書くよこういうふうにこれじゃあと掃除費が1対2だとしますよね1対2あのさビッグライトとかスモールライトってあるじゃないですかその物体がそのままビーンって大きくなるやつビーンって。 ななっていくとこの三角形相似比は1対2なんですよだから辺の長さは全部1対2になってるだから底辺の長さも当然1対2だし高さも1対2になってるの底辺も高さも両方2倍になってるから 2×2 で1対4なんです2乗してねいい底辺も高さも変わってるからでも今回は高さ変わってないんだよこっち。底辺しかか変わってないだから 底辺の比がそのまんま面積比になります。3対2で。さあ、ということで、ここの面積がさ、この面積比が3対2まで分かりました。全体で 3S です。で、これをどう計算するか、比を使う方もいるんですけど、自分のやり方は、いい。全部で3対2だから、5個に分けたんだよね。3たす2で。5個に分けたうちの3個分がこっちです。い五5個に分けたうちの3個分がこっち。だから、 この部分は全部で 3s じゃん全部で 3s×5 個に分けたうちの3個分をもらったんでこう計算するんですだからこう計算すると5分の 9s が右に入るかな5分の 9s といいかなここちょっと大事なところいい ?5 分の 9s? ごめん5分の 9s となりますで話を戻します今求めたいのは三角形 BCF 赤の面積はこの面積の何倍っていう、そこは求めたいんです。で、これは小学校の時からやってる内容なんですけど、例えばみんな15は3の何倍はい。15は3の何倍 ?5 倍でしょで、それもし式をちゃんと作る、ほとんど暗算したと思うんだけど、式を作れって言われたら1 5割3ってするじゃん。1 5割3って。同じなの。こいつは こいつの何倍って言われてるからそのままいくの。5分の 9s 割る s ね。これ割るこれだから。で、これ割る s することによって s 消えるんだよね。で、残ったのが5分の9だからそれが答え。答えは5分の9倍ですよって。もしくは小数にして1.8倍でも大丈夫です。いいかな。なので今回のポイントとしては、えっと、まあもちろんね何個かあるんだけれども、まず自分はね、 ちっちゃい方の面積を文字を使って置いて近づけていきます。もう一個の方に。今回は一番で掃除使ってるからこうやって持っていく。で、一個目のポイントとしては、やっぱこの蝶々型。もしくは縦になってたらなんか、えっ、ー、とあれ、砂時計型でもいいんだけど、こういう平行な線が入ってるこの形が出てきたら、あ、掃除使えんなって気づいてください。で、もう一個は、ここの面積の振り方。 高さは共通だから、底辺が3対2だから、面積も3対2。で、5個に分けたうちの3個分をこいつはもらえるから、全体かける5分の3をかければ、こいつの面積出せるよねっていう。いいかなぜひこういうふうにやってもらえたらと思います。ではえ、今回はね、高校受験対策の図形シリーズ第37弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。